お花紙で作ったコスモスで壁面を飾りましょう。コスモスの作り方は、君江雁木のお花紙貼絵、コスモス切り紙の絵皿をご覧ください。水溶き下のりを塗ったら、その上にコスモスを置きます。少し折れてしまっても気にせず貼ってください。たくさん貼ると目立たなくなります。貼った上からもう一度糊をつけた筆で撫でて、真ん中に黄色いお花紙を置きます。これを繰り返していきます。広い範囲に糊をつけて、いっぺんに何枚ものコスモスを貼り付けることもできます。コスモスとコスモスが少し重なるような感じに貼っていきましょう。しっかりと貼れて平面に仕上がるので、季節が終わればケージを外してくるくる巻いて、来年またケージに使うことができます。